さん、こんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。ただいまからベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを行っていきます。こちらのイベント、座ってのご観覧のみとさせていただいております。立ち見ご希望のお客様は随時最後列までお下がりいただきますようご協力をお願いいたします。さあ、そしてですね、ベルーガたち、こちらの目の前までやってきます。写真撮影などがフラッシュが光りますとベルーガたちが驚いてしまいます。写真撮影などはフラッシュの光らない設定での撮影にご協力をお願いいたします。そしてこちらのイベント、今私が立っているガラス面のみで行っていきます。皆様から向かって右側のガラス面ではイベントはご覧いただけませんのでご了承ください。さあ、そして皆様、あちらの左側の壁にはですね、3回目が今映し出されております。ぜひそちらもご覧いただきながらイベントの方をお楽しみください。さあ、それではお時間となりましたのでイベントを行っていきます。最後までごゆっくりとお楽しみください。ありがとうございます。さあ、まずは簡単にベルーガについてお話ししていきたいと思います。ベルーガは北極周辺の冷たい海に暮らすイルカ、クジラの仲間です。体の色が真っ白のことから別名白イルカとも呼ばれています。さあ、そんなベルーガたちを現在名古屋港水族館では4頭飼育しています。さあ、まずは今回参加してくれるのは2頭のベルーガたちです。さあ、まずはナナというベルーガからご紹介していきたいと思います。こんにちは。こんにちは。ナナは名古屋港水族館生まれのベルーガ、現在17歳のベルーガです。さあ、そしてベルーガたちはですね、背中に背びれがないことが特徴の一つでもあります。はい、上手です。さあ、そしてベルーガたちの鼻が一体どこにあるかご存知ですか？ベルーガたちの鼻はですね、この頭の上にあるんです。さあ、この頭の上の鼻を使ってよいしょ、エンジェルリングというものを作れます。さあ、もうちょっと上手に作れるよね。さあ、上手に作ることができましたね。じゃあ今度は中央でやっていきたいと思います。さあ、もうちょっとゆっくりゆっくり下に下がって、よし、いくよ、よいしょ。さあ、とっても綺麗なものが作ることができましたので、トレーナーにたくさん褒めてもらいたいと思います。ナナ、上手にご挨拶することができましたね。さあ、次に挨拶してきてくれるのはオスのベルーガで、ミライというベルーガです。さあ、ミライも上からやってきてくれますよ。こっちだよ。さあ、ゆっくりやってきてくれました。こんにちは。さあ、未来は胸びれを振ってご挨拶です。こんにちは。さあ、そしてベルーガたちの口なんですが、よいしょ、ブルブル、とっても柔らかいんです。この柔らかいということが今回のイベントの特徴となってきます。さあ、ちょっと餌かすが出てきちゃったね。さあ、こっちでもお見せしていきたいと思います。よいしょ、プル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 。さあ、口元がとっても柔らかいベルーガたち、今回のイベントの特徴となってきます。覚えておいてくださいね。さあ、未来も上手にご挨拶することができました。さあ、そんなベルーガたちですが、自然界ではイカやタコなどの軟体動物、そしてエビやカニなどの甲殻類など約50種類から100種類以上もの生物を食べていると言われています。その中にですね、イカナゴという魚が含まれているんですが、さあ、皆様、こちらのパネルをご覧ください。さあ、何やらベルーガたち推定を気にしていますよね。さあ、この推定の中にはイカナゴという魚が隠れているんです。さあ、このイカナゴを一体どのようにして食べているのかというのを今回はご紹介していきたいと思います。さあ、ですが実際に水槽の中にイカナゴと砂を用意することは難しいので、今回は実験装置を使ってご紹介していきたいと思います。さあ、それでは上から実験装置が降りてきますよ。さあ、ゆっくりと実験装置が降りてきましたね。
さあ皆様、今回のイベントをご覧いただき誠にありがとうございます。最後列以外のお客様は遮断でのご観覧にご協力をお願いいたします。さあゆっくりと降りてきたこちらの実験装置、飼育員の手作りなんです。さあそしてこちらの透明な筒の中にはイカナゴが入っています。さあこのイカナゴ、一体どのようにして食べてくれるのでしょうか。さあまずは未来が食べに来てくれますよ。さあ皆様、ベルガの口にご注目ください。さあ未来、早速上手に食べ始めてくれましたね。さあ一体どのようにして未来がこのイカナゴを食べているのか、皆様お分かりいただけますか。さあ今上手に食べてくれていますね。さあベルガの口にご注目ください。さあいきますよ。さあ今です。あ、ちょっと吸ってるかな。さあ今ふうふうって今してくれてるんですね。さあこの行動、今実は水を吹きかけてくれているんです。水を吹きかけることによって魚を舞い上がらせて、近くに出てきたところをこのように吸い込んで食べているんです。さあ未来、食べるのがとっても上手ですね。さあ先ほど口元が柔らかいとご紹介しましたが、ベルガたちはこのように柔らかい口元を器用に使って口をすぼめて水を吹きかけることができるんですね。さあ未来、とっても上手に食べてくれました。さあまだもう少し残っていますので、今度はナナに来てもらいたいと思います。さあナナもやってきてくれましたね。さあ今分かりましたか。勢いよく水を吹きかけてくれていましたよね。さあこのように吹きかけて舞い上がらせて、口元に近づいてきたところを吸い込んで食べてくれているんです。さあこの行動は自然界のベルガたちも行っているんですよ。さあナナもとっても食べるのが上手です。さあ今ふうふうってしてくれてますの。ほらふうふうってして、近づいてきたところをチュルンと吸い込んで食べてくれているんです。さあベルーガたちの唇は私たちと人間と同じように口をすぼめることができるんですね。さああと1匹だ、頑張れナナ、もうちょっとだ、あと1匹だ、頑張れ頑張れ。そしてうんちもしちゃっています。集中しながらうんちもしちゃいました。さあナナも完食することができましたね。それでは実験装置は上に上げてもらいたいと思います。さあベルーガたちのうんちはですね、私たち人間とは違って緑色のうんちをしているんですよ。さあそして皆様、あちらの3回面の画像をご覧ください。先ほど水を吹きかけていると言いましたが、あのように水を2リットルほど吸い込んで吹きかけることができるんですね。さあとっても上手です。さあそれではそろそろお別れの時間がやってまいりましたので、最後にナナにお別れの挨拶にやってきてもらいたいと思います。さあそれではナナにやってきてもらいましょう。さあナナこっちだよ。最後までのご観覧誠にありがとうございました。ありがとう、バイバーイ。さあナナも上手にご挨拶することができましたね。さあこれでベルーガの不思議な魚の食べ方というイベントを終了していきたいと思います。最後までのご観覧誠にありがとうございました。Thank you.